皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はい、私はトラストメルヘンのボーカルの木更木ノアといいます。皆さんお足元の悪い中、本日こんなにたくさんの方が来てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。私は今回の、ジェリーポップデイズという短編映画で、主演をさせていただきました。演技をするのも初めてで、メンバーみんなそうなんですけど、どうしたらいいか最初は全然わからなくて、なんか探り探りやってたんですけど、撮影期間はなんと1日で、朝早くから夜本当に遅くまでみんなで頑張って作った映画で、その1日は本当になんかあっという間に過ぎちゃって、でも本当にいい思い出とか経験とかたくさんできたし、すごい本当に人生で一番濃いって言えるような一日だったんじゃないかなと思います。やっぱりさっきも言ったように初めての演技だったので、後から見て悔しいなって思うところとか本当にたくさんあったんですけど、みんなで本当に頑張って作った映画だったので、やっぱ感動が一番大きかったです。なんだろうな、楠本先生とかゆうさんみたいにうまく話せないんですけど、みんなで本当に頑張って作った映画なので、温かい目で楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。そして本日ですね、私たちトラストメルヘンのファーストシングルの発売日ということで、ライブが終わった後に後ろで物販で販売するので、よかったら手に取っていただけたら嬉しいなと思います。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。最後に青春バンドチェル